か切ないな。切ないな。気持ち悪いけど。ただいま。忘れた。こいつが家で待ってるっていうの忘れた。きちん。パタタパタとわざわざ玄関まで迎えに来てくれる妹。パタパタ。ああ。パタパタって足音じゃないんだろうな。おそらくな。飛んできたんだろうな。そうか、サンキューな。あれ、お兄ちゃん、なんか元気ない？いや、そんなことないぞ。嘘だ。嘘だけど。ココロちゃんとなんかあったんでしょう。うわー、なんでわかったんだって思ってる？下り顔のいつみに、俺はただコクコクと首を縦に振るしかない。昔からお兄ちゃんが元気なくなるってココロちゃんと何かあった時だけだもん。さすが我が妹。でココロちゃんと喧嘩でもした？はい。どうせお兄ちゃんが悪いんでしょ？そうです。バーカー、なんで喧嘩したの？ココロが一緒に大学に行こうって、それで俺もその気になって。はい、一緒に行きましょうと勉強し始めて、たった今さっき放り出して帰ってきたと。お前すごいな。その通りだ。前も言ったけど、お兄ちゃんさ、本気で自分も東大行けると思ってんの？いやだよね。でもココロちゃんもココロちゃんかな。ん？どういうことだ？こんなバカが東大に行けるわけがない。その通りだが、さすがに傷つくと。とりあえずご飯にしよう。食べたら元気も出るよ。おう、サンキュー。キッチン直ったのかな。確かに誰か直してんのかな。両親不在でしょ。確かに。誰が直してる。突然、夢の中に響き渡った甲高い声。それにびっくりして飛び上がるように起床。ココロは？何？幽霊を見てるみたいな目で見ないでよ。化け物だけどな。いや、だって俺たち昨日喧嘩した。それとこれは別だよ。ほら、遅刻しちゃう。ああ。ココロに促されるままベッドから這い出て着替えを始める。ん？どうした？どうしたじゃないよ。すぐ出るから着替えるの。前になんか別に今更恥ずかしがることじゃないみたいなこと言ってなかった？あったっけ、そんな。お風呂の時。確かに。じゃあそれもなんかちょっとフラグなんじゃないの。おお。なんかこう意識 し始めたみたいな。あ、まあどうでもいい。ああそういうことか。そうそうそう。あ、どうでもいいけどな。知らないことじゃないよ。もうね、うん、そういうことやね。もう今日こそ遅刻だよ。またか。これは何回見ても笑えるな。悪かったって。もし私まで怒られたら一太郎のせいだからね。そうならないためにもとにかく走る。じゃあ学校まで競争ね。勝てるわけ。バッタには勝てねえだろ。待てない。一気に加速する心、その背中を俺はどこかほっとした気分で追いかけた。はあ、間に合ったか。あえてるねえ。大丈夫か。なんとか。ふう、さすがに疲れたな。喉乾いちゃった。そう言ってカバンから水筒を取り出す。え、何？どうやって水筒飲んでるんだろう。確かに。指とかあったっけ。指はちゃんと5本あったよ。あったか。
醤油でも飲んでんのかな。口どうなってるんだろう、その時の。まあそういうことか。確かに。どっちの顔が、どっちの顔が飲むんだろうね、これ。真ん中の方が飲むのかな。絶対その牙みたいなやつ邪魔でしょ。めっちゃ邪魔。たまに水筒が切れるみたいな、ね、飲み下すたびに喉元がわずかに脈動する。なぜだかそれに見とれてしまっていた。そしてギリギリ間に合った俺たちの祝福、俺たちへの祝福の鐘が鳴り響く。キーンコーンカーンコーン。先生来ちゃう。席に着かないとね。ああ。早いな。放課後になった。結局心は昨日のことなどまるでなかったかのように接してきた。俺は正直戸惑いを隠せなかったけど、今まで通り心と一緒にいられることに少なからず安心していた。しかしいつもと違うところが2点ほどあった。昼休みに昼食に誘ってこなかったこと、そして今俺は一人で下校している。いつもなら心の方から一緒に帰ろうと誘ってくるんだ。一太郎。突然後ろから声をかけられ振り向くと、そこにはマサタがいた。ちょっとつらかせ。ん？ああいいけど、どうした？いいからついてこい。なんだよ、ずいぶんと喧嘩をしたな。そのつもりだからな。どういう意味だ？それ以上マサトは何も言わなかった。無言でどこかを目指して歩き始める。仕方なく俺もそれについていく。たどり着いたのは公園。そのまんま真ん中まで歩いていき、おもむろに振り返りますと、自然と正面から向かい合う形になる。お前ココロちゃんを泣かしたな。泣かした？俺が？そうだ、今日ココロちゃんからいろいろ聞いた。心当たりはないのか？どうやらあるみたいだな。ああお前はココロちゃんの好意を踏みにじった。踏みにじった？そんなことはしてない。お前が軽はずみで東大に行くなんて言うから、ココロちゃんもその気になって一生懸命に勉強を教えようとしただろう。それは心が通ってくるか。決めたのはお前自身だ。自信がないならどうして最初から断らなかった？じりじりと距離を詰めてくる。やがてお互いに息がかかる距離まで近づき立ち止まった。お、キスシーン来るか。来たね。それはお前の中途半端な決断が、甘ちょろい意志が、ココロちゃんを傷つけた。鼓膜が吹き飛ぶんじゃないかというくらいの動揺。そんなこと分かってるさ。分かってねえだろ。今日だってなんだかんだ普段通り接してるし、よかったとか思ってたんじゃないのか。全部そうだ、都合のいいように解釈しやがって。ココちゃんがどれだけお前のために頑張ってるか。なんかクソゲーのはずなのになんか深いな、なんかねえ、なんかいろいろ考えちゃう。人間だもの。それなんかいい味出してるね。俺は頑張ってくれなんて一言も言ってない。クズが。なんでお前にクズ呼ばわりされなきゃいけない。お前いつまでもココロちゃんに甘えてんじゃねえよ。甘えてなんかない。俺はあいつがいなくたって別に大丈夫だ。本当か？本当にそう思うのか？いや、だからもうこの話は終わりだ。本当は好きなくせに強がってんじゃねえ。こ
こいつのガはもう、計り知れねえな。大迫力やね。突然胸ぐらをつかまれた。すごい力だ。ミシミシと襟元を締め付けてくる。次、え？うん？好き？え？私のことを好き？一瞬何のことを言っているのか分からなかった。ああ、俺が心のことを好きだってそう言ってるのか。そうだよ。今さらごまかさないよな。俺は心のことをどう思ってる？普段の普通の友達か？好きなのか？それとも、マサトのことか？好きなのか？ 今が答えを出すときなら、俺は心のことが。おお、ここにごめん来ね、て、もここに来て。う。これさ、ここでセーブしておいたら。じゃあ時間もあれなんで、そうだね。ここで止めましょうか。どうなる？この3択か。これ、次回楽しみだね。楽しみだね。いよいよ、選択肢、何？ここで選択肢かよ。もうちょいなんかね、やっとって感じ。やっとだよね。待ってましたみたいな。もう正直選択肢ないのかと思ったけどね。そう、一本かと思った。じゃあ今回はこの辺で、そうですね。次回最終回かな。そうですね。ということで、やるんですか？やっちゃいますか。いきますよ。いかが？せーせーの。の、クリエイターと恋しろよ。しろよ。